はい、どうもこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルキラー吉影編究極ですね、こちらのフロア1を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではビッティ見ていきましょう。まずリーダー時太郎ですね。逃走経路悔しいかカビコンをつけてます。そして、川尻&忍ですね。高坂&忍です。キスですね。アビカンはしておりません。アビヨインですね。そしてリンクスキルは辻彩ですね。続けていきます。フレンドは学教員ですね。では参りましょう。もう時太郎でね、いけるって感じですね。時太郎で進んでいきましょう。俺が時を止めた。さあね、倒しきれるか、早く倒しきれるようにねしたいですね。さあこれで全員倒しきれましたね。はい、倒しました。おっと、変なところにいる感じだ。さあ今度はもう一度行こうと思ったら、3、4、5、6、全然ダメだ。おっと、こっちじゃないよ、こっちは使わないよ。よし、さあ行きましょう。俺が時を止めた。どこ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 、壁コンがついてるとね、どんどん強くなってきますから。あとはシーザーを倒して、時は動き出した。はい、1ラウンドクリア。続いて2ラウンドですね。第2ラウンド、さあ早速行きましょう。なるべく遠いところにね連れて行って、おっと、いきなり変な動きをしているぞ。変な動きをしているおかげで、変な動きをしているおかげで、全然行きたいところに行けてない。これはなんとかしてほしいな、なんとかしてほしいな。はい、やり直しです。はい、本当になんとかしてほしいですね。いや、引き続きいきましょう。俺が時を止めた。軌道は変わるのはいいんですけど、鳥かごみたいな感じでね動かないっていうのだけは本当勘弁してほしいですね。倒しきれてないかな、倒しきれてヒットしてないからわかんないですね。よし、大丈夫でしたね。わあ、いけないところにいる。これはやられちゃいそうですね。やられちゃいましたね。さあ行きましょう。しょうがない、なるべくいらないものは取っていくような感じで、逃走経路ですからね、状態異常だけは解除されるので、不必要なものはね取っていきましょう。まあ時を止めるからあってもなくてもっていう感じなんですけどね、なんとなくいらないアイテムは処理しておきたいです。さあ第3ラウンドですね。ここはもう縦勘ですね。縦勘なのでなるべく邪魔にならないようにね、邪魔じゃないですね、うまくいくように、走っていきましょう。アラビアファッツがね、こうやって、高いんでね、こう、体力というか、防御力が高いので、横間、縦間がうまくね、できるようにしておきましょう。
さあこれで倒しきれるかな、倒しきれるかな、倒しきれました。はい、そして時は動き出した。はい、行きましょう。続いてはこれも、ここも、まあ、少しずつ行きましょう。俺が時を止めた。回復アイテムを取りながら行きます。うん、どういう動きをしてるんだ。あとは、うん、全員倒せましたね。これで OK。 なぜ近づくしとろう。ハイムでも全然大丈夫だった。さあバニラアイスが襲ってくるが、まあそこまで攻撃力は大したことはない。うん、微妙に回復しない。一応アイテムは全部消去しました。では行きましょう。さあチャカは倒れる、バニラアイスも倒れましたね。まあこれだけいくともうジェイガイルも倒れてるはずですけど、次のヒットまで確認するまではヒット確認できない。大丈夫ですね、大丈夫でしたね。はい、3ラウンドクリア。続いて第4ラウンドですね。第4ラウンド、ここもね、気をつけるべきはギシャリザ先生だけなんで、まあゆっくり行きましょう。ギシャリザ先生が意外に体力が多かった気がするんですが、うん、ギシャリザ先生ですね。シーザーはねどうしても不得意属性なのでね、倒しづらいですけど、体力の方はなんとなくですがギタリサ先生の方が多かった気がします。あ、やっぱりそうですね。うん、倒せました。そして時は動き出した。さあそして続いても時止めですね。ほんと楽ですね、時止めがあると。ブラフォードとかも大丈夫ですね。コンボカットとかあっても全然気にしなくて済みます。まだ微妙に倒せていない。グラフォード倒せた、全員これで倒せてますね。はい、4ラウンドクリア。そして最終ラウンドですね。アニメディオが出てきた。さあここはね止まる位置をね結構気をつけないとならないです。おっと、これはちょうどいい場所に来た。我ながらいいところに来ましたね。あとは横間をしくじらないようにするだけです。ここでね何回も何回もミスをしてねいましたから、いやーこれはありがたい。一発で決まったのは嬉しい。私はねこういうのがねちょっと苦手なので、あ、倒せましたね。本当に一発で達成できたのは嬉しいです。よかったです。はい、ドーンと落ちてきた。そして時を止めた。はい、行きましょう。ジョセフにね取られてしまうのですが、ゲージを全部取られてしまうのですが、まあいいでしょうということで、はい、倒しました。そして最後は出てきた。壁コンなんでね、そんなに関係ないですね。
さあどこまでゲージを貯められるかですね。マニッシュボーイはねもう倒せそうにないのでゲージをどこまで貯められるかだけですね。あともうちょっと、あ、マニッシュボーイ倒せましたね。あ、倒せた、よかった。はい、じゃあこれでクリアですね。よかったです。まあ本当にね、軌道修正もねどうにかしてほしいですね。軌道が変更になるのは早くこういうところも修正してほしいですね。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、究極のフロアにですね攻略していきたいと思います。ではラーサバ対